オ島バスターは、岡野裕二のライトノベルシリーズ。集英社スーパーファンタジー文庫館。全球館外伝一館。イラストは4位ヒロネコ。岡野裕二の作家デビュー作。ライトノベルにはよくある世紀末を舞台にした超能力バトルもの。異世界から進行してくる魔族デーバを倒すため、特別な力を持った戦士たちが現代に転生するというもの。 作中の一般人の被害者は、個体満足で、死亡できれば良い方で、死死をもぎ取られる、目玉をくり抜かれる、臓物を食べられるなど表現がかなり残虐意味。その反省からか、東京ゼロハンターでは、表現がマイルド目になっている。善悪二言論を基本とした、世界観で知的生命体を喰らうまの存在、令和と、生命を守ろうとする。 光の賢者の戦いが延々と繰り返されている。光の賢者は宇宙の誕生以前から存在している、この世界の神とも呼べる存在。造物の死ではないが、様々な生命が生まれ発展していく、この宇宙を守ろうとしている。令和は光の賢者ですら、その詳細がわからない謎の存在で、宇宙誕生から知的生命体のいる星に進行し、その星の あらゆる生命を喰らい尽くす魔の一族である。数多くの星が、デーバによって滅ぼされてしまったが、中には、デーバと戦い、これを撃退することに成功した星もあった。光の賢者は、その星の住人たちの力を借り、彼らを様々な星の住人として転生させる、ことによって、デーバから宇宙中の生命を守ることを決意した。そんな繰り返される戦いの一つ、 20世紀末の日本が本作の舞台である。かつて異星において令和の信仰を知りけた戦士たち。その力に目をつけた光の賢者により地球人に転生することになった。令和の侵略開始に呼応する形で転生覚醒し、生前得意とした力で令和と戦う。戦いが終われば一般人として、 余生を過ごせるが、令和との戦いで命を落とした者は二度と、転生できなくなる。異世界より知的生命体のいる星を狙って進行する魔の種族。騎士、神官、造評といった職種がある。ありがとうございます。